応援席を華やかに彩るチアリーダー、今練習が急ピッチで進んでいます。急遽チアリーディングの応援を行うことになったのはダンス同好会の31人。高知商業にはチアリーディングチームがないためです。昨日から練習を始めた生徒たち、甲子園の初戦に向け短期間で振り付けなどをマスターすることが必要です。そこでアドバイスを求めたのが慶応大学のチアリーダー、東京六大学野球などで応援しています。高知商業の野球部の部長の縁で実現しました。大学生からのアドバイスは、基礎となる腕をしっかり伸ばす動作を徹底すること、そして胸を張って笑顔で応援することでした。初めてです。楽しいです。どんなところを気をつけたらいいとか、よくわかるのでありがたいです。野球部のために、全員を盛り上げるために頑張ろうと思ってます。